全財産を仮想通貨にぶち込んでセミリタイアを目指す僕のチャンネルにこんな素晴らしい質問が届きました。西中あ！企画としては面白いのですが、なぜビットコインなんですかイーサリアムの方が高ファンダが長いスパンで詰め込まれていて、しかも直近マージ控えてるから、イーサの方が利益を伸ばせるのではないかと、ビットコインが お好きなんですかまずこのチャンネルの企画を面白いと言ってくれてありがとう。それだけで佐藤のご飯2パックいけるわ。今回はビットコインとイーサリアムの特徴を比較して僕が全財産をかけたのがバッドコインで間違っていなかったのか確認したいと思います。そう思います。僕自身 ビットコインも、イーサリアムもそうだけど、まだまだ仮想通貨についての知識が乏しいので、説明が下手くそだと思います。そこで、いつもコメントくれる有識者の方、僕の代わりに補足説明、お願いね。頼んだよ。頼んだ。1、用途の違い。ビットコインは、 金と同じような金融資産としての面と、決済用の通貨としての面を持っています。イーサリアムは、誰もが使用できるような、多くの通貨やサービスの基盤となることを目的とする、いわばプラットフォームの役割を持っています。これ、サイトに書かれてたのはそのまま読んでます。2、運用開始時期の違い。ビットコインは2009年、イーサリアムは2014年に運用を開始しました。ビットコインの方が、あー、5年も先輩なんです。 ジャイアン、スネオ、ノビタだったら、えー、3、発行量の違い。ビットコインはあらかじめプログラムによって発行上限が2100万枚と決められています。イーサリアムは発行量が決まっていないので、1枚あたりの価値、希少性が 下がってしまう可能性があるんです。まあ、他にも色々違いはあるんだけど、僕がいろんな仮想通貨がある中で、どうしてイーサリアムでもなくビットコインを選んで全財産をぶっチ込み続けているかというと、一番最初に生まれた仮想通貨であることと、発行上限があらかじめプログラムで決められていることが理由です。仮想通貨って、今、 めちゃくちゃ種類があるんですよね。で、詐欺みたいな仮想通貨もいっぱいあるんです。最近 TKO の木本も仮想通貨投資でやらかしましたけど、しっかり機能している仮想通貨の中で圧倒的に受け入れられているのがビットコインなんです。マウントボックスとか、キプロスとかさ、いろいろあったけどね。うん。 ライバル関係だと思ってる人も多い、イーサリアムですら、ビットコインが生まれた5年も後に作られています。先行者優位って言葉、知ってますめっちゃわかりやすく言うと、ヒカキンですわ。YouTuber のことを馬鹿にしてたやつも多かった2006年。ヒカキンは YouTube という市場に誰よりも早く参入した。そして今現在、と、ヒカキンのことを馬鹿にするやつは、こう。しかも、ヒカキンは、 YouTube に参入しただけで、YouTube 自体を作ったわけではないですよね。でも、ビットコインは仮想通貨っていう市場そのものを作ったんです。これは、後世に語り継がれる歴史を作ったってことなんだ。これまでのお金、通貨に、サトシが革命をもたらしたんだ。サトシってポケモンのじゃないよ。サトシ中本ね。ビットコインの創設者って言われている人。うん。 そのサトシ・中本はビットコインの発行上限をあらかじめ決めていた。2140年までに2100万ビットコインを発行して終わり。歴史の教科書、経済の教科書に載ることになるビットコインという名の革命。そんな通貨の発行量があらかじめ決められている。ビットコインが欲しいという人の数は増えていく。もしくは変わらないとしてもビットコイン自体の供給量は年々減っていく。 どうなるかビットコインの希少価値がどんどん高くなってく。ビットコイン価格がどんどん高くなってく。はい。僕、送り火だ。だから僕は全財産をビットコインにぶっちこ込むスタイルを貫いています。そして、これからも、みんな。 僕が言っていることが正しかったのかどうか、今すぐチャンネル登録して、何年後かに確認してほしい。何か他にも聞きたいこと、質問あったらコメントください。あと、ビットコイン、イーサリアムの詳しい説明できる人、長文でもいいんで、コメント欄に、あ、書き込んでください。はい。よろしく、僕も勉強したいんで。ってことで、また明日も、見てくれよな直近回しってな